入れるよ。まだちょっと柔らかいかな。まあ、これ一回掃除したの。はい、伝えます。だから赤いと思う。まっちゃん、頑張ってね。じゃあ、17プラス。なんとしてんのかな。この辺になんとしてそれ。それと、餌だらない。なんとしてんのか、ちょっと。あら。はい。ざっくりちょっと数えてる。ちょっと膨らんじゃう。寒いの？多分体調悪いから膨らんじゃう。体調。泣かないもんね。泣かないね。だからあんまり泣かないとかさ、膨らましてるんだったらさ、また来れる範囲に来てくださいね。見えるんだったら朝来て夜まで置いてもらった方がいい。その場ではちょっとこの子の治療はできやりきれないですね。15個分。あ、じゃあすごいね。17足す15、プラス15個、32個してます。さっき17で書いてあったから、うん、あれが4時半ぐらいにお掃除して、そこから15個してる。結構出たね。貸しといてください。じゃあ17足す。17でプラス15。書いておきましょうか。ただちょっと柔らかいね、うちは。いいですね。うん、だからこの子だけの、まあ、ハンドフィーディングソース多少返してもらってない。髪返してもらってないんで。え、健康チェック表。チェック表渡してますよ。え、いつ先生に。ここになるんです。さっきなんかの、あの、あれ挟んであったの。え、うん。院長さっき渡してたよ。はい。ない。ないですか。見たもん。朝渡して今多分渡したと思うんで。そう、ね、朝返してもらったかな。朝じゃないか。あ、朝はお預かりしますよ。今だってさっきプリントのプリント委員長多分渡して。あ、ごめん、あったあった。ごめんなさい。財布と一緒に返しちゃって。ごめんなさい。ちょっと違ったところに行きました。じゃあ17じゃなくて17足すいくつだったっけ。15。32。これ32でかぶせて書いてきますからね。ただちょっと柔らかいです。32個ね。これ手でやれば多少は溜めてたんだけど、でも触っても5粒とかさ10粒ぐらいまでしかたまらないんですよ。みんなこれ膨らんでるから、まあ、入れてたら早く温かいとかね。いや、ふっちゃん、まいちゃんとちょっとおしゃべりしてみてね。なんか口元とか気をついてる。気ついてる。気ついてるの私。嫌だよね。赤くなっちゃったもんね、顔ね。そうで、薬とか点眼したの必ず拭き取ってくださいね。どうしてもついちゃうんでね。はい、じゃあまあ、あの